皆さん、こんにちは。アツコストロンゲストです。今回ご紹介する本は。はい、こちらです。沖縄奄美の境界変動と人の移動。のりなおみさんです。こちらはですね、あの私の知人の、えっ、ー、と、重田達也さんの。まあ、あの激動の物語です。 でですね私重田さんはですねあの沖縄関連の方が集まるパーティーに呼ばれていくとですねあのよくお目にかかってまあ仲良くなってるんですね。でですねあの奄美と何か関係があるというのはなんとなく知ってたんですけれどもまあですねあのすごい距離を移動してらっしゃるわけです。えー、とご両親が奄美、えー、のご出身で本人生まれたのがまあえー そうハルピンですね中国ハルピンで、えー、とその後大連に移動奄美、えー、に行って沖縄に行ってで東京に出てきて起業して、まあ、代表取締役をやったり、えー、と関東沖縄経営者協会の会長をやったりいろいろ肩書きをお持ちなんですね。 でですねあのこの本はですねまあ単にあの個人の歴史を綴ったものでなくそのまあですねまあ戦争の時のまあえっ、ー、と奄美やえっ、ー、と沖縄の様子でまあちょっと多少ですねこう奄美沖縄えっ、ー、とまあ本土このちょっとしたですねあの差別のことまああとですねその アメリカの基地のことかなりですねあの深く書いてありますのであの興味深い一冊となっております皆様にもぜひ読んでいただきたいと思いますはい今回もご覧いただきましてありがとうございましたまたこのようにですね大変興味深い本がありましたらこちらでご紹介しますので次回以降もまたぜひ見ていただけると嬉しいですよろしくお願いします